カーソン・マッカラーズ、カーソン・マッカラーズ、カーソン・マッカラーズ、本名、ルラ・カーソン・スミス。1917年2月19日から1967年9月29日はアメリカの作家。彼女はエッセイや詩だけでなく、小説、短編、戯曲を書いた。諸女小説、心は孤独なカルード、現代ではアメリカ南部を舞台に、 社会に順応できない人間や排除された人間の魂の孤独を探求し、他の小説も同様のテーマを扱い、南部に舞台を置いている。1917年ジョージア州、コロンブスの中産階級の家に、ルーラカーソン・スミスが誕生した。彼女の母は大農園所有者で、南部同盟の英雄の孫娘である。父はフランスユグノーの血筋の時計職人で、 宝石賞だった。彼女は5歳からピアノのレッスンを受け、15歳の時に父からタイプライターをもらった。2年後、彼女はピアノの勉強のため、ニューヨークのジュリアード音楽院の音楽部門に送られたが、授業料のために取っておいたお金をなくしてしまって、一度も学校へは通わなかった。下働きをしながら、ワシントンスクウェアカレッジとコロンビア大学の夜間クラスで、 テキサス出身の作家ドロシー・スカボローの下で創作を学んだ。作家になる決意をし、1936年自助伝、ワンダー・キンドー、ストーリー・マガジン、ストーリー・マガジンから出版した。音楽の才能がある人物と思春期の不安が描かれている。1935年彼女はノースカロライナ州に移り、1937年にリーブス・マッカラーズと結婚した。 そこで初の小説である心は孤独なカリウドが書かれた南部ゴシックの傑作であるこのタイトルは彼女の編集者がフィオナ・マクラウドフィオナ・マクラウドの詩ザ・ロンリー・ハンターから取ってきて提案したものだったこの小説はアンチファシスト本として理解されている合計で彼女は8冊の本を出している23歳の時に書かれた心は孤独なカリウド 1940黄金の目に映るもの現代1941そして結婚式のメンバー現代1946は最もよく知られている作品である短編小説集悲しき酒場の歌現代1951もまた孤独や報われない愛の痛みを描いている彼女はニューヨークのサラトガスプリングズにある宿 アーティストのコミュニティの同創生だった。心は孤独なカリュードは1968年にアラン・アーキン主演で愛スれど心寂しくとして映画化された。黄金の目に映るものは1967年にジョン・ヒューストン監督により禁じられたジョージのとして映画化され、マーロン・ブランドとエリザベス・テイラーが出演した。後にヒューストン監督は次のように語っている。 私が初めてカーソン・マッカラーズに会ったのは第二次大戦中のことでニューヨークの北部にポーレット・ゴダードとバージェス・メレディスを訪ねた時だ。彼女はすぐ近くに住んでいてある日散歩していると彼女は自宅の戸口から私たちを看護して迎えてくれた。その時彼女は20代前半だったがすでに最初の脳卒中を起こしていた。その様子は麻痺ではなく むしろ臆病な動物の震えだった。しかし、カーソン・マッカラーズが立ち向かった人生の中で、その態度には怯えも弱さもなかった。彼女の結婚はうまくいかなかった。彼ら夫婦はどちらもホモセクシャルの関係だった。マッカラーズとリーブスは1940年に別居し、1941年に離婚した。彼女がリーブスと別れた後、ニューヨークへ移り、 ハーバースバザーの編集者、ジョージ・デイビスと同居した。ブルック人で彼女は、アートコミュニティのフェブルーリハウスのメンバーになった。彼らの友人には、W.H. オーデン、ベンジャミン・ブリテン、ポール・ボールズと夫人のジェーンがいる。第二次世界大戦後、彼女はほとんどパリで過ごした。この頃の彼女の親しい友人には、トルーマン・カポーティ、テネシー・ウィリアムズがいる。 1945年、マッカラーズとリーブスは再婚した。3年後、彼女が、うつ病の時、自殺を企てた。1953年、リーブスは彼女に侵入しようと説得したが、彼女は逃げ出した。彼女が彼の元を去った後、彼らが住んでいた、パリのホテルで、リーブスは睡眠薬の過剰摂取で自殺した。マッカラーズのほろ苦い戯曲、ザ・スクエア・ルート・オブ・ワンダフル。 1957ではこのトラウマ体験の調査を試みている。ザ・メンバー・オブ・ザ・ウェディング、1946は女の子の兄弟の結婚の時の気持ちを描いている。この小説のブロードウェイ上演は成功を収め2007年9月にはロンドンのヤングビックにてプロデュースされた。マッカラーズは生涯にわたっていくつかの病気と アルコール使用障害に苦しんだ。彼女は15歳にリュウマチ熱にかかり若い頃から卒中を起こしていた。31歳の時には左半身がすっかり麻痺していた。卒中の結果として生じる脳の大出血の後、1967年9月29日ニューヨークのナイックで亡くなった。までの数ヶ月間、彼女は未完の自伝イルミネーションナイトグレア。 1999を講述した。マッカラーズの作品はよく南部ゴシックと言われるが、彼女は南部を離れた後、有名な作品を作り出した。アイルランド出身の批評家で作家のテレンス・デビア、ホワイトとの討論で、マッカラーズは次のように述べている。書くことは、私にとって、神を探すことだ。アメリカ人作家のゴアビダルは、彼女の作品を我々の二流文化、 アメリカ文化の意の中の満足のいく、いくつかの業績の一つであると称賛している。他の批評家は彼女の著作の中に、悲劇的な、また政治的な要素を発見している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。